マーチングの祭典第92回北海道音楽大行進が今月8日旭川市中心部で行われました。幼稚園児保育園児の後、一般の部の演奏と行進が続き、旭川市内近郊の町の学校の吹奏楽部や社会人バンドなどおよそ2500人が参加しました。参加者は日頃の練習の成果を発揮し、沿道に集まった人たちは拍手を送っていました。次の日からは歌や音楽が楽しめる旭川ミュージックウィークが JR 旭川駅前や平和通り買い物公園などで始まりました。音楽の街旭川を発展させるために企画されたこのイベントでは、大正ごとサークルやアマチュアバンドが腕前を披露していました。往年のロックスターエルビスの歌などに観衆は魅了されていました。いや楽しかった、今のバンドはねもう私の推しですから、はい、とってもいいです。せっかく買い物公演があるから、こういうイベントがまあ、ずっとあってもいいよねって、そしてなんか食べ物ブースとかあるともっと楽しいよねって話しながら来てたんです。旭川ミュージックウィークは明日まで行われています。旭川市からのお知らせです。家族や友人関係などの悩みやデート DV など女性が抱えるさまざまな困りごとについて LINE で相談できます。匿名での相談も可能です。詳細は旭川市ホームページをご覧ください。